のコピー用紙を平行にして顔の前に並べ、髪の間に息を吹きかけた時の髪の様子を観察します。画用紙を縦 15cm、横 10cm の大きさに2枚切ります。画用紙の短い辺の両方を端から 1.5cm で折り、この字型にします。同じものを2つ作ります。画用紙の1枚は折り曲げた部分を下に、もう1枚は折り曲げた部分を上にしておきます。2枚の画用紙にそれぞれストローで風を送り、画用紙の様子を観察します。